こん,ばんは、長野市会議員の <laughs> 小泉和馬です、えー。いつの間にか21時30分になっていました。えー、っと、今日も昨日に引き続きになりますけれども、長野市の青木島遊園地廃止問題について語らせていただきたいと思います。えー、ちょっとね、おさらいさせていただきますと、初めての方もいらっしゃるかもしれないから、えー、っとなな、長野市が 青島遊園地っていう子供のための公園を廃止してしまうということを決定しましたその理由っていうのはクレーマーさんですね近隣のたった一軒の一世帯のクレーマーさんが平成16年から <laughs> 子供の声がうるさい等のクレームを入れ続けた結果として廃止するということになってますで12月閉鎖来年の3月末日付でもう廃止ということで 一旦は一旦はというか廃 <laughs> 止の方針が決まってしまっています。で小泉和真はそれおかしいじゃないですかということで調べさせていただいて情報発信に努めておりましてまあ幸いと言っていいのかうーん恥ずかしながらと言うべきなのか長野市のこの実態がですね全国に Yahoo ニュースなんかを通じて知られるところとなってしまったわけでございます。だかから、ね、小泉もねこれなんとか 引き戻したい、元に。返したい、子供にね、講演、返してあげたいっていう思いで、12月9日のいっぱい質問には臨みたいと思います。で、それにつけてもね、えー、まあ、ものの見方っていうのは一面的じゃないんだなっていうのは、小泉も改めて勉強させていただきましたけれども、うん、小泉のようには見ていない方もいらっしゃるんですね。もっともね、あの、この件について言えば、 自慢じゃないけれども、長野市役所の中で誰よりもこの件、地質している一人になってしまったと思います。っていうのは、この件に関して関連しているのは、長野市役所でも、まあ、いくつも部署分かれてるんですよね。つまり、縦割りだから、よそのかの情報って知らないんですよ。で、公園緑地か、それから子ども政策か、教育委員会、小学校ですね。それから保育、家庭、えー、か。 ですね、保育保育幼稚園家がこの青木島保育園でここの互いに情報をやり取りできないけれども小泉は情報公開請求で一元的にその情報を支出する立場に図らずもうなってしまったわけでありますだからねあの吐き出た情報の中で皆さんは考えて意見してくださっているそれは本当に貴重なことだしありがたいと思うけれども。 まあ情報が足りないばっかりにね間違った結論間違った方向に議論が進んではいけないじゃないですかそういう思いで今日は語らせていただきたいと思いますで今日はあの予告でもねお話しさせていただいたのはえっと「女性自身」っていうウェブマガジンっていうのかな、えー、それがありまして「子どもの会がうるさいから公園廃止にネット騒然日本終わって」なの一方 住民側の事情に共感する人もっていう記事がありますでこれについて説明をさせていただきたいと思っていますっていうのはねこの女性自身が住民側の事情に共感する人もっていう書いた部分ネット見ててもねそういう声って少なからずあるんですよまあ決して多数派ではないんですけれども あるんですよねだからそういったところに対して実はこうなってんですということを今日は説明させていただきたいと思います。であの資料はね今日はえー、っとコメント欄に上げておきました「子供の声がうるさいから公演配信ね」と騒然のリンクも貼らせていただきましたし、えー、それから女性自身が使ったと自分で言ってね小泉が。 ネットに上げている資料青木島遊園地の配信について配信についてっていうスライドシェアの PDF 資料も載せさせていただいております。見えてますよね見えてない見えてるよねで公演配信クレーマー監修最後の交渉記録というのも同じく PDF でスライドシェアのページにねアップさせていただいております。これはね今日初めて、えー、アップさせていただいたものです。えー、結構やばいです。 で、えー、と女性自身の方に戻りまして、まあ、最初はね、えー、子供たちに同情的な調子で始まる記事なんですけれどもでフィフィさんとか茂木、えー、健一さんとかそういった方々の長野市のやり方に対して批判的なコメントっていうのを紹介したでえで「えーまあ、共感する」の方に入っていくんですよね。 で2ページ立てになってまして2ページになってくるとねよいしょ、まあ、ある意味皆が被害者この状況を終わらせる必要があるというこれは長野市の市長宛に廃止を説明した文章にこの文章があるんだということで見出しに使ってますよねある意味皆が被害者この状況を終わらせる必要がある 小泉は全くこれは賛成できない言葉です。皆が被害者はどういう意味なんですかわけがわかんないです。被害者は子供です。他にあり得ないです。それからこの状況を終わらせる必要がある。終わりにしてはいけません。講演は今後も続けていかなくてはいけない施設だと小泉は思っています。で、えー、っとね、で、小泉のね、資料を見たんだと、その女性自身の記者さんがですね、 廃止に至る経緯の項目には苦情を申し得た側の事情も綴られているということでございます。で、えっと、この、はい、こ,れこれですよね、これなんですよ。この廃止に至る経緯ってこの辺ですね。あの、これずっとこうやってった方がいいのかなで。その一部を抜粋するとして、児童センター、遊園地の建設に関しまるまるさんに対して説明がなかった。ううんん アルマンさんへのボールの飛び込み植栽の踏み荒らしとの重なり利用者への不信感を募らせるようになった児童館の40から50人の児童が一斉に指導者の拡声機の号令のもとに遊ぶ解説当初とありますでこれらに加えて、えー、この廃止に至る経緯には1日100台の車を迎えに来るとどこにあるんだこれかこれですね この辺ねこの辺この辺この辺です見えるちゃんと見えてんのかなえー、この配信頂けんに1日100台の車がお迎えに来るとも記されており苦情を申し得た住民はこうした状況に18年間悩まされてきたというと書いてありますさて問題となるのはこの内容の妥当性ですよねでパッと見てもね 平成16年から続いてるお話だって前回のツイキャスでも申し上げました。平成16年にこの児童公園遊園地を作った時に、その年以来クレームはずっと続いてるんです。で、この方ね、最初に説明がなかった、挨拶がなかったってその後ずっと言ってるんですよ。だけど、それって、 小泉にに言わせれば理由になるんでですすかっていうことですそれはねちょっとそれ礼儀がなってないマナーがなってないっていうことにはなるけれども公園を潰すっていう理由には果たしてなるんでしょうかならないと思いますよ。でその間にはね地元の区長さんが頭を下げて悪かったなと誤った経緯があるということは小泉が 今回、ね、ゲットした情報公開文書の中にも書かれています。でもちろん行政はその間ずっと言うことを聞いて植栽作って危険な方にわざわざ公園の入り口を移してという <laughs>、まあ、公金を突っ込んでの工事もやってきたしそれから保育園は使う時にねそのクレーマータックに いちいちお断りを入れるというなんだかよくわからないどうやってできたのかわからないルールを守らされあげくには保育園の園長さんの顔は見たくないということでその許可が取れなくなってしまって保育園はもう使うのを諦めたということですよねで3月に今年の3月になって児童センターその遊園地の隣にある施設に クレーマーの方が乗り込んできて子供の遊ぶ声がうるさいということでおっしゃられてもうそれには対処しきれないという話になりまして廃止に至ったわけであります。でそれが挨拶なかったってことで帳消しになるんですかで仮にね説明がなかったっていうことであればいい大人なんだから自分の方から説明ないんだけどもどうなってんですかねって問い合わせの一つぐらい。 すすればいいいじゃないですか非常に尊大な態度だと思いますよ。上級国民って小泉扱ってるでしょその上級国民の言葉の定義は小泉なりにこの間説明しましたからここでは繰り返しませんけれども俺は上級国民なんだとそこに対して説明はないのはどういうことなんだという態度じゃないですか 小泉には思いますそれからねボールの飛び込み植栽の踏み荒らし等が重なり利用者への不信感を募らせるようになったと言いますが申し訳ないいんでですすけれれどもそれいつの話ですか仮にねそういうことがあったんだとしたら児童センターの、ね、子どもだったとしたら児童センターの管理官にある子どもが 植栽踏み上たそれは確かに損害ですよ経済的損害だと思いますでそれに対してじゃあ弁償してくれよ賠償してくれよっていうことは言えたわけじゃないですか何でその時解決しないんですかそういうふうにちゃんと筋を立てて言ってくれたら長野市は弁償できたと思いますよでそれをねあの公演に公演廃止の理由にするためにずっとずっと引っ張ってきたんですかって 言うつもりはないけれどもいつまでそんなことをおっしゃってるんだろうかいい大人だと私は思いますそれから児童館の4 5 0人の児童が一斉に指導者の拡声器の号令の下に遊ぶ解説当初とあります解説当初って書いてありますよねわざわざね解説当初ですよずっと続いてるんじゃないんですよでねそれからね 4050人の児童が一斉に拡声器の号令のもとに遊ぶってどういう状況かって率直に言って俺にはよくわからない。例えばねみんなもう帰る時間だから支度してくださいとかおやつできましたからおやつ出すからみんなちょっとの中集まってとかそういうことをね放送するならわかるけれども遊ぶ号令なんだろうねわかんないね。 ちょっと俺には想像つかないで、1日100台のお迎えが来るっていうね車のお迎えが来るって言うけれどもで、それが果たして受人限度を超えるものであったのかっていうところじゃないですかで、この苦情言ってるのは、ね、この方だけなんですよで、この方に同調する方がいるという話も記録には出てこないです 情報公開請求した記録の中には出てこないです。でただね1点だけそういうことが書いてあるのは、うんとね、この方自身クレーマーの方自身が他の方もうるさいと言ってましたという記録が残されていますつまりクレーマーさんの主張によるとそういう方がいらっしゃるという内容の記録があります他には小泉の確認した限りではないです自動車の話もないです ううるさいといいと話もないですそして子供が遊ぶと砂ぼこりが回ってきて困るという話もないです。まあそれは風向きとかもあるかもしれないけどもないですよ。でねさらにね申し上げればこれらのことって行政側の記録にはないんですよね。 説明がななかったといいう記録はないです。だけどまあそれはある程度のリアリティを持って語られてるからそれはもしかするとなかったかもしれないそれからボールの飛び込み植栽の不明だしこういうこともないですなんでないんですかだって苦情がなかったからじゃないのあるいはもう解決したから書いてないかもしれないで4五5 0人の児童が一斉に指導者の拡声器の護衛のもとに遊ぶそういう状況も わからない。記録はないから。でね。それはだけど、あったけど記録に残ってないだけじゃないんですかって皆さん思うかもしれない。だけどね、ここで俺が言いたいのは、これって普通の作り方をされた文書じゃないんです。言ってる意味わかんないですよね。<laughs> これってね実はその最後に交渉してるんですよ、えー、これはね令和4年8月2日今年の8月2日ですえっ、ー、とコメント欄に貼っておきましたけれども「えー、クレーマー監修最後の交渉記録」っていう PDF 文書ですね。 でここの黄色いとこね見えますかね見える見える何て書いてあるかっていうとうーんちょっと解像度悪いかな「競技録は誰々さん本人に」 確認済みであることを申し添えますって書いてありますよねつまりクレーマーが記録内容を事前に点検してるんですよ8月2日にまあ、長野市もね副市長が本当にこれでいいのかということでもう一度ねそのクレーマーさんのご意向を確認してくださいという指示をどうも出したようです。その結果が8月2日の最後の交渉 だけれども、その交渉記録の内容っていうのは、行政が客観中立的に作成したものではなくて、クレーマーさん自身がこうじゃなかったのかという確認、監修のもとに作成された文書なんですよ。だから、当時はこうだった。それを書け、書きました。っていう文書なんですよね。 あのお役所としてねこういう仕事ってありえないんですよだってお役所の仕事っていうのは公正中立が胸じゃないですかお役所がやるのは公正中立に記録することですよね記録する時はだけどそこに「俺の意見もちゃんとかけ俺の主観もちゃんとかけ」と言われて「はいはい」と <laughs> いうことを聞いて記録してるんですよでこういうことってね 通常はありえないです例えば小泉なんかもあの県庁にいましたからね長野県庁で働いたからいろいろ記録書くんだけども例えば電話を受けて記録するじゃないですかで記録しましたあのこういう内容でよかったですかねなんてやらないしやってはいけないんですよだってえー、そういうことじゃないんだよってでそんなこと言ってないよって言われちゃったら直すんですかありえないですよねだってありえないことが起こっているんですよ長野市で。 じゃあなんでありえないことが起きてるんですか言いたいことわかりますよね。上級国民だからです <laughs> 我々一般市民がちょっとそれ今日のお話しすることを記録つけますよねそれちょっと見せてくれないですかねって直させてくれないですかねって言ったらだめですよ絶対そんなの。絶対受けませんよだけど通ってしまう。 いやそれははね交渉ごとは別ですよ例えば契約文書とか何とか合意文書なんだろう協、えー、約みたいなのを作るじゃないですかその時はお互いにこういうでどうですか、うん、これこうやって直してくださいってお互いの意思をね合致するところを探さなきゃいけないからそれはありますよ協議だからだけど記録ですよね 記録なんですよ記録は <laughs> お役所さんのきちんとした中立的な観点で残してもらわなき困るじゃないですか。でもちろんねあの女性自身さんも他の方々もこういった経緯は知らないわけです。だから文章の内容を見てね ちちょっっと上場的になっちゃう部分は分か,らなくもない分からなくもないけれどもだけどその背景まで読み込む訓練を少なくともメディアの記者であればねやってるはずだと思います。ただからこの女性自身の記事っていうのはもうジャーナリズムに値しないですよね私に言わせれば。厳しいこと言いますよ。 で、あの1日100台のお迎えが来るっていうのもリアリティがあるのかないのか小泉風間、もう言わなくても皆さん自身でご判断がつくと思います。1日100台が来る、それがずっと並んでるわけじゃないですよ。それがずっとアイドリングしてるわけじゃないですよ。一度に来るわけでもないですよ。で、そういったことに対してこの方以外の苦情が来てるわけでもないですよ。 で、メディアならね、その辺ちゃんと裏取って記事にするんだけども、そういうことをしていない記事なんですよね。だけど、女性自身ってある程度の、あの、なんていうの、ブランドがあるから、皆さん信じちゃうかもしれない。そういう罪作りなことを書かないでいただきたいと、小泉和馬は申し上げますえ。さて、それからですね、利用者の声の項目には、また、その女性自身の記事に戻りますけれども、えっ、ー、と、利用者の声の項目には、子供を遊ばせることで、 なんとかさんからの叱責や注意が子供に与える影響を考えると、今の状況では児童センターの児童は遊園地を利用できないと記されている。これって何の意味で書いてもこれにはよくわからないんだけれども。あの利用者の声っていうと、なんか市民とか子供なのかなと思うじゃないですか？いやそうじゃないんですよ。それ。 この辺ですすよね。読めますこの辺がそうなんだけれどもえー、っとね何て書いてあるかっていうと市長への説明文書ね市長さんが最終的に青木島遊園地潰して OK っていうことを判断する時に使った資料です。でこの辺ですね、えー。弁護士の見解をを受けても子供を遊,べる遊ばせることで、 何とかさんからの叱責や注意が子どもに与える影響を考えると今の状況では児童センターの児童は遊園地を利用できないっていうのは子供政策課の見解です。だ、利用者ってね市民が今の状況では児童センターの児童は遊園地を利用できないなんて言ってるわけじゃないんですよお役所がやめさせて <laughs> もうクレーム対応疲れたからやめさせてってことですよつまりはね だってここでカットされている文言はあったの分かりましたよね子供を遊ばせることでの前に弁護士の見解を受けてもって書いてあるんですよ。じゃあ弁護士は何て書いてあるかって言えばねここですよねここ,ここの黄色いところ法的には遊園地を通常の利用の仕方で遊ぶことまた騒音が周囲にあたる影響については住人我慢できる範囲とされているため普通に遊んでいい って言ってんですよ普通に遊んでいいって言ってるけれども子供政策課は遊ばせないって言ってるわけですよそれってジャーナリズムとして問題に思わないのかなって俺は思いますでねある意味みんなが被害者この状況を終わらせる必要がある <laughs> これなんか女性週刊女性の記者さんもなんか痛くこのフレーズ気に入ったみたいだけども 意味が分かんないですよね。みんなが被害者ってっ誰が被害者なんですか公園緑地家なんですか子ども政策家なんですかあるいはそのクレーマーさんですかクレーマーさんは被害者ではないですよね。だって受任限度の範囲にあるんだからそして他の方はこの方のようなな申し立てをしてをこない。同調者はいないですい同調者がいないから言ってること間違っているとは言いませんよ。 弁護士の専門的見解として我慢できる範囲にありますってことがしっかり記録されてるわけですよね。でじゃあ公園緑地かなのそれとも子ども政策かなの冗談じゃないですよ仕事やってて俺たちは被害者だなんてそんなこと言わないですよね税金でこあの市民のために尽くすのがあなたたちの本文でしょ おいたちは被害者だって言うんですか違いますか違まよねじゃあ誰ですか区長会ですか区長さんたちですか区長さんたちご苦労なさいましたよだけどそれは大人としてやるべきことをやってるってことじゃないんですか区長の仕事をするのが被害なの <laughs> 被害って言えるのは子供だけですよね 遊び場を失う遊ぶ機会を失ってきたストレスを受けてきた手を引っ張ってってね看板の前に立たされたそれ以外に被害者って小泉には思い浮かばないですだみんな皆は被害者ってどういう意味ですかって小泉は質問しますでこの状況を終わらせる状況 <laughs> 勘弁しててくださいいよっていうことですよねこの状況を作ったのは誰なんですか行政とクレーマーさんですよね。クレーマーさんは要望を言うのは自由ですよ。もちろん。で、それをきちんとストップ。かけるところは書けなかった。行政の責任ですよね。じゃあその行政の責任を追い切れないから終わらせるっていうことなんですか もう今日はなんかだんだんね俺本当に嫌な人になってきてるけれどもだからね女性自身さんももっと考えてて記事書いていいたただきたいと思うんですよ、ね、え公、ー、演廃止の説明文読んだら印象違うとかこれ自分の家だったら耐えられない耐えられる自信耐えられるか自信がないとかおっしゃってる方ありますけれどもまあねこれ市長を無理やり「うん」と言わせる。 文章だからある程度創意工夫はこだした文書になってるかもしれませんだけど俺から見ればね非常に出来が悪い文章ですだから俺これ「青木島遊園地の廃止について」っていうね視聴レク視聴レクっていうのは視聴に説明するレクチャーっていう意味ですけれどもその文書アップしたのはこんなひどい文書が こんなひどい文書で市長は OK してるんですよってことを皆様に知っていただくために出したんだけれども、だけどそこまでは、あの、ちゃんとね、読んでくださるコメントが少ないっていうのは小泉の説明が悪かったからなんだと思って反省しています。でね、じゃあ、このとんでもなところってどっかって言えば、まあある意味皆が被害者も結構とんでもですよね。で、 うーん、一番とんでもだと思うのは、いや、本当にとんでもねえなと思いますよね。こんなことを市長と話して相談してやがったんだなって思っちゃうのは、この廃止に向けた今後の進め方ってとこですね。7番ですけど、ここね。これですよ。廃止に向けた今後の進め方っていうのは、 えー、遊園地のフェンスに廃止する旨掲示して1ヶ月ほど住民の反応を見てから入札に入れその後工事へと淡々と進めると1ヶ月様子を見てってどういうことですか ?1 ヶ月以内にじゃあ住民の反応がん「ちょっと待ってくれ」っていうことだったら「ああちょっと嘘です」ってことなんですか非常にやり方が古息ですよね。 でね、逆に今からだって引き返せるってそのチャンスがあるんだと小泉はこの文書からはね受け止めてますよ。でフェンスに <laughs> もう本当にしょうがないよなフェンスに掲示しただけでは周知が徹底されたと言えず竣工してからなんで廃止かの問い合わせがあった場合話がややこしくなると説明説記立を果たす前の着工は避けるべきだと。 書いてあるけど <laughs> はっきり言ってレベル低すぎです <laughs> なんかね説明責任果たしたくないんだけどもじゃあ最低限果たすにはどうすればいいかねっていうことを市長に相談しているんだよねそんなこと市長のとこに持っていかないやって話ですよで話がややこしくなるから説明するのそうじゃないでしょ きちんと住民合意を得るためにお話を事前にしておくっていうのは今の行政のいろはの意じゃないの俺はそう思いますよ。まあ説明責任を果たす前の着工は避けるべきってまあそれ当たり前だろってことですよね。だけどじゃあ説明責任を果たしたかっていうと俺は十分に果たしているとは思えない。っていうのはね 先ほどのこっちのねあのラスト交渉最後のネゴシエーションのあ何なんか英語と日本語じゃんボになった <laughs> ラストネゴシエーションで最後の交渉ですよねこの記録見るとまあこれほらクレーマーが事前に内容チェックするってことになってたじゃないですかでねこれ,これもその文章の中に含まれてるんですよ「かいらって。 その青木島地区の方々にこういう理由でやめますからねっていう廃止しますからねっていう回覧文書ですけれどもこれもクレーマーさんのチェックを受けてるんですつまり俺にとってやばい話書かないよな俺にとって都合のいいことだけ書けよということでこの文書できてるんですよ非常にね おかしいことが行われています。で、あの、行政が歪められたっていう言葉を残して、自ら命を絶った方いらっしゃいましたよね。行政が歪められているのは長野市も同じなんです。行政が歪められた結果として、そのしわ寄せが子供のところに行こうとしてるんですよ。まさに今、長野市は、 異常な行行政が行われようとしています子どもを犠牲にする上級国民の言うことを聞くそして上級国民の言う通りの記録を作るすげえ自治体だよね長野市ってねさてさてえー、っと質問が来てますよね地元では閉鎖の方向で動員を解いてという箇所が気になります 教員に出席している区長レベルでの同意ではないでしょうか子育て世代の周辺住民の同意を取れているとしたらどのような同意なのか気になりますという質問が来てますねえっ、ー、とこの方があのなんとなく感づいていらっしゃるように合意は区長会の合意ですだからね住民に説明会を開いて何か意見くださいっていうことはやってないですよで区長会開いてで区長さん1住人なのかな の方々に説明して区長さんたちに <laughs> じゃあ廃止の要望書を出してくださいねっていうことにしてまとめちゃったんですねでじゃあ区長さんたちに責任いくのかっていうと俺はそういうふうに申し上げたくないんですよいや全く責任ないとは言いませんよだけど行政の方に責任は大きいのは当たり前の話ですなぜならこれは長野市の施設だからですそうですよね だから区長会がね廃止してくれって言ったっていやダメですよ何言ってんだこれ地域にとって大事な施設なんだから続けますよって当然言えるわけですよ長野市の公園緑地化は。そうでしょでだけど区長さんたちがそういうふうに同意したこの公園も いりませんと言わせたのが去年の10月12月の会議ですねこれはあの昨日やったツイキャスの中でもちょっとお話し,しましたその時ね子ども未来部家庭政策がやったことっていうのは小泉は本当に許せないですで事前に廃止ありきの議論を誘導するっていうことがもう決められているのが如実にわかる文章出てきました 区長さんんたちの言ううことよよよく聞いいて決めじゃないんですよもう俺たちは子ども政策課の児童センターはこの公園は使わない弁護士が何と言ったって使わないそれを言っていくっていうことをもうだいぶ前に決めてるんですよねだからチルドレンファーストとか <laughs> 言ってるじゃないですかかっこいいこと。 だけど違うんですよ。自分たちの面倒事は、もう嫌だと、背負いきれないと。子供たちよりも、俺たち楽になりてんだよっていうところなんですよね。で、児童センターではもうこんなね、遊園地いらないって言われたら、困っちゃうよね、区長さんたちだってね。俺たち、俺たちの区長さんたちがね、 平成16年には、ここね、児童館、児童センターとセットでうまく使ってもらえると思って誘致して、児童遊園地にしてくださいっていうことで陳情して、その遊園地作ってもらったのに、いや、俺たち、あの、長野市使わないんですけどって言われたら、存在意義が苦としてなくなっちゃうじゃないですか、その遊園地に対する思いもつぎげますよねで。長野市がそういうふうに言われたら、 もうしょうがないですよ。だって、借地料、年々60万円発生してるらしいですからね。あ、60万円って言っちゃいけないのかな。あの、60万円っていうのは、あの地域でね、聞き込んだ結果、複数の数字から出てきた数字です。だけど、あの情報公開請求の開示文書の中からで拾った数字ではないです。一説に60万。 60万ぐらいで、そんな長野市に対して負い目を負わなくてもいいのにって俺は思う。60万ぐらいっていう言い方するとちょっとなんか良くないかな。でも60万っていうコストは子供の遊び場をね、1年間維持する上で必要だとしたらかけていいコストだと俺は思うよ。それが一時的に使えなくなったって、ここは確保しておこうと。払っていいコストだと俺は思います。 ということで、ご回答に変えさせていただきます。クレーマーうるさいとは言っていますが、廃止しろとまでも言っているんでしょうか。むしろ苦情の受け止め方と対応のプロセスが曖昧なまま廃止決定した行政に問題があるのではないですか。と。まあ、行政に問題があるというのはその通りですね。うん。あのだから俺、クレーマーさんのことは、うーんとあんまり悪く言いたくないんですよね。 うーんと悪く言ってるかもしれないけども、言いたくないけども、言っちゃってるかもしれないけども、だってそうじゃないですか、あの、いろんな要望あるわけですよ、行政に対して。ありますよね。大きなものか小さなものまで。ここの道に穴ぼこが開いてるから橋かけてくれまで。いろんな要望、要求あるわけじゃないですか。それはね、行政に伝えちゃいけないっていう法律は絶対ないんですよ。なぜなら憲法で、 陳情性は認認めめらられれてるんんでですすよよね権利なんですよ憲法に認められただからこの方がいくら不当なものであったとしても「子供うるさいよ」ってあの「あそこの公園で遊ばせないでくれて5人ずつ黙って遊ぶようにしてくれ」って言う権利はあるんです。言う権利はあるけども行政はそれ必ずしも「分かりました」「やります」って言わなくてもいいんですよ。 だけど長野市は5人ずつ黙ってならいいぞって、うん、それはできないからじゃあ使わないことにしますね <laughs> っていうのが長野市の対応ですだから行政の問題に対応があるっていうのはその通りですでねこの方もね、あのー、ついには廃止まで長野市を追い込んじゃったわけですけれどもそこまでは行ってないですこんな公園廃止しろとまだ行ってないです というわけでございます。で、あとね、ツイッターの方でいろいろとね、コメントが上がってるんで、そちらの方についても触れさせていただきたいと思います。えー、っと。あ、どれだっけ。 えーっとね、ウィルさんですね、ウィル・えー、キメモさんという方からいただいたのは、記事中に書かれた事情について、これは一時,的一時点でこういうことがあったという意味で、20年近く継続していたという意味ではないですよね、ネット上ではこうしたことが長年続いていたという前提の記述が多いですので、確認の意味合いですということなんですあの。おっしゃる通りですね で、長野市は、あの、言うことを聞いちゃうんでしょすぐ。<laughs> だから、あの、砂ぼこり立つって言えばね、はいはいっつって、すぐに植栽植えてます。で、入り口もね、付け替えたりしてます。で、そういうことで、その人の言うことは、ほいほいっと、むしろ聞いてますよ。だから、あの、当初は正常に使えてたのは、むしろ正常に使えてない期間の方が長いということですよね。うん。 そういういことですだからその辺ってだけど小泉が開示された開示した文書の中からもうずっとね子供が毎日毎日あの大きな声出して40人が50人が号令を受けて1日2って1日2じゃねえよなそれなんだろう軍隊の方針だよねどういう号令か分かんないけどもそうやって遊んでるという状況が続いているっていうふうに読み取っちゃう方も いるんだよ、ね、でもそうじゃないでしょうってそんなことどこにも書いてないですよ。で車100台のところも「100台が呪術なぎになってアイドリングやってんの?」って <laughs>「そんなわけねえだろ」って私たちはどこにあるんだよそんな長野市の光景見たことないですよねどこに行ってもね。ということなんですだからね、あのー、申し訳ないけども特にね同情的にこの方って についてねこの方ってのクレーマーについてコメントしてくださる方々はきちんと読んでくださいねって言いたくなる私の気持ち分かってください同情してくださいっていうことですけれどもえー、とそれからうーん事情はクレーマー側の主張そのまままとめたものでしょうかそれとも死としてそのような事実 例えば過去に確かに耐え難い相があったを認めた上で事実として記載したものでしょうか。これ非常に鋭い質問ですよね。小泉がさっき言った通りなんですよ。あの、市長レクに出てきた事実のように書き並べられているものは、公正中立な記録をもとにしているものではありえないですで。この文章ね。これは、この最後の交渉記録で、 もう廃止しますって言ってるからもう言いたい放題最後に、えー、クレーマーさんはおっしゃってるしでしかも後に後からねその記録は俺に見せろよとちゃんとチェックするからなという作業を経ての主観にまみれた記録と言っていいと思います。だからそれをね主張レクで出していくのののが行政の手続きの在り方としててどうなのっていうとこですよね。 で、クレーマーささいなことを俺には耐えがたい屈だと言い張る習性がありますので、<laughs> だからそこは、うん、そうだねそそう、そういうものだってこの人のことを言いたいわけではないけれども、まあどうしてもね、理解してもらえなければ、そういう風になっちゃうのかもしれないですよね。で、客観的な音声のね、その騒音レベルの測定結果っていうのは残ってないんですよね。何フォンとか何デシベルってやつ。だから 靴に相当するような受人限度を超えるような騒音が記録されていたっていうことはないです。なないいかからそういう事実はっったとは言ってませんよだけど、まあ、そこまで言えばね普通はあの生活環境部の方に話が行って記録するじゃないですか。 でそういったことがあったんですかって、えー、生活環境部の方にも小泉問い合わせてみましたそういうことはないですとここ何年か少なくともないとだからその前はわからないって言ってましたねそういうことなんですよだから科学的に客観的な裏付けがあっての議論じゃないんですよでもちろんここ数年なんかはねそのクレーマーさんのおかげで子どもたちがろくに自由に遊べる状況ではなかったから、まあ、そのレベルも著しく低下してたと思いますよ で昔はどうだったかっていうような記録はないし客観的な記録を残すという努力をクレーマーさんの側も長野氏の側もしてこなかったということです。えー、クレーマーさんに同情的な雰囲気はどの程度あるのでしょうか記事にはほのめかされていますがそうだった俺分かんなかったなあのー、先ほどもね申し上げましたけれどもそのクレーマーの方に同調する いいいいいうう記記録録同調してるる方がいるっていう記録はないですなでつまりクレーマーって俺言ってるけれどもクレーマー世帯ですからね1世帯ですからね1世帯はまあ1人世帯なのか何人かで構成されているのか俺は言わないけれども、えー、とその世帯以外の方が同調しているっていう記録はないですただ一件ねそのクレーマーさんの主張としてあの人もうるさいと言っていたということは記録されています。 関係者はさまざまなクレームに対処してきたのにクレームが読むことなくそのたびに別のことを言い出してきたという印象を持っていましたがそういう感じでしょうかうーんそうですねそういうふうには記録されていないんだけれどもただ解決に向けて長野市も動いたことがあったし地元の区長さんたちもね謝りに行ったことがあるというのは記録されています。 で、区長さんたちが誤りに行って、片付いたように見えても、片付いてないんですよね、現状ね。で、長野市も、もう自由にその公園はね、保育園に使わせますとか、ここに防球フェンスを建てますとか、そういうことを、もう、方針として決定したから、これでお願いしますねっていう、非常に、まあ、ある意味、 えそんなやり方じゃダメでしょっていうぐらい強気で臨んだこともあったんだけどそれもいつの間にかへにゃへにゃしちゃってますよね。だからねこのクレーマーの方の面白いところは一旦引き下がっといて「いやいややっぱりちょっとそれこれこうじゃないの?」っていうことをね言い出すんですよね。この間のその合意はよく考えたらこうだったみたいなことを言って。 噂にしちゃうで非常に頭いいよねだからみんなからあのそうやって言われて分かったって言ってうちに帰ってで代表の方に差しの立場で「いややっぱりあれはおかしいよね」っていうことを言い出すそういう手を使うみたいですねでそれをねスパッと「いやこの間決まったことじゃないですか」って言えなかったんですよなぜですか 上級国民 <laughs> わかりますよね <laughs> わかりますよねってそれで分かってもらおうとする俺もさ悲しいよね上級国民だからわかるよなって <laughs> そんな長野市だったんかいってことだけどもえーとということでウィルさんへの回答とさせていただきますとでそれからまだできるのかなこれ。 この間なんかね、コインいただいて、まだできるみたいですよね。ありがとうございました。えっと、ブックマークで見てみると。<laughs> うん。これはね、えー、っと、なんていうもんだこれ。しずきなのかな歌の月七夜、あと、妖怪小説、怪しい僕の町さんです。えー アンダーバーバさんですねでこの方はうーん個人的には行政だけに押し付けるものはいかがなものかと、まあ、責任のことを言ってるんでしょう大体行政は公園1か所だけを注視できません <laughs> それじゃ困るんだけども <laughs> 今回のクレーマーのように要注意人物が原因ならば議員を先頭に自治会や民生委員 PTA 等の保護者が声を上げ子どもの安全を確保すべきかと思いました 子であのまあ議員が先頭に <laughs> っていうのはともかくとして、えー、地域とね関係機関関係団体が協議体制を作るっていうことはまさに小泉が求めたい点です。でこの間昨日のねツイキャスでも申し上げたんですけれども「公演力しかたいクレーマー」<laughs> みたいな構図で。 もうクレーマーさんの言うことを聞き役公園緑地かみたいな風になっちゃってるんですよ。そうじゃなくて関係者の皆さんとじゃあこの問題公園利用がどうあるべきかについて話し合いましょうという風に持ってかないとおかしいですよね。でこのクレーマーさんの言葉をどうやって実現するのかどうやって調整するのかそれが長野市の仕事じゃないはずなんですよ。いただいた要望誰でも要望。 することができますよで、その要望が本当に実現しなきゃいけないのかそれは強制として客観的に中立的に地域の意見も聞きながら決めなきゃいけないことじゃないかなって思います。それを今回ねだから小泉はおっしゃる通りだと思います。そういう体制を作っていかなきゃいけないよねっていうことは言っていきたいと思いますね。であの子どもの安全のためっていう書き方してますけれどもそうだね。子どもの えー、健やかな心身の発達のためっていう言い方すれば安全のため、えー、と言えるでしょうけれどもこの方がね危害を加えようとしたっていうことはないんだと小泉一馬は思っていますただ手を引っ張ってって看板の前に立たせてボールの,あの禁止の前に立たせたんだと思いますよそういう看板の前に立たせたっていう記録はあるんでそれはやりすぎだと思いますだからそれをちゃんと注意するっていう体制も必要だと思いますよね でレッサー風太さんという方ですけれども、えー、とクレーマーが居座り子供が怖がって遊べないって事案なのでは公園を出す出前に警察呼んでた流れが変わってた気がするということですがあの居座りっていうかそこにずっとねいるっていうことではないんだと思いますそういうふうにはお話聞いてませんし記録もないからね、まあ、そこにねずっとしてたらねじっとそこで見張ってたらやはりそれは不審者だよねそう。<laughs> だけどさっき小泉がね言ったような手を引っ張ってってとかそういうことがあったっていう事実は記録されているんでその時絶好の警察介入のチャンスだったんですよ本当に俺はそう思いますこれはだから最初聞いた時にね「県やねあるいは県警察県警相談したんですか?」って言いましたよ えみたいな顔してましたけれどももう内輪で内輪での俺たちだけで何とかしなきゃいけないみたいな発想になっちゃってるんだよね。なんでだろう不思議だよね、うん。ということですかね。えー、っと質問来てるかな いやさ逆寄せパンダですよ地道に堅実に仕事していただきたいそうですねまあちょっとコメントしづらいですねまあだけど本当に子供たちのためにね子供たちのためになる決断を下していただける荻原市長だと小泉が信じてますので12月9日の一般質問ではぶつけていきたいと思ってますねでこの件あのやはりね子供が被害者だっていう視点子供が主体だっていう視点はね 持っっててていいいいきたいと思いますし長野市ががそのの視点欠、ね、けているっていうのもよくわかりました。で、小泉は千代田区なんかではねあの子供の遊び場条例っていうのを持っていて子供が遊ぶについてはね大人は受任しなきゃいけないよみたいなことが条文としてあるんですよ。で罰則なんかはないけども理念としてはそのくらいは決めといたっていいと思うよね。でこういう事例が出てきちゃったからなおさらですよ。 子供の遊び場条例を長野市は持つべきだと小泉は訴えていきたいと思いますね。それからね、クレーマー対策も長野市はマニュアルないんですよね。これも作るべき、作るように求めていきたい。それから、えっ、ー、と、その遊園地についても長野市はなんで遊園地作るのってそこがパシッと決まっている決まりがないんですよ。公園はあるんです。公園は公園条例があって都市公園はね、法律もあるから条例もきちんと。 それ何作ってますけれども遊園地っていうのはないんですよなんとなく作ってんですよね <laughs> おびっくりしちゃったけど <laughs> 設置要項とかそういうのないんだよねルールないんですよルール無用で作ってるからだい一かなくしちゃってもみたいなことになってっちゃうと思うんだよねだから条例に載ってればね条例でここに青木島遊園地を作りましたっていうふうになってればそれ潰す時は議会の 同意が必要だから議案として出てきてそれなりに説明責任を議会に対しても尽くさなきゃいけないから慎重になるんだと思うけれどもこれについては議会の議決なしでできちゃう犯行一つで <laughs> できちゃうだから実際議員にはね説明してないです地元の広北地区のね青木島が入っている広北地区の議員さん3人には説明があったみたいです だから区長会が同意してるっつったら、うん、じゃあしょうがねえな。うん,うんそれで終わり <laughs> ですよ。だからね、あのな、なんていうか、子供主体で考えてくれよってことだよね。区長が同意すりゃいいのかって、区長が同意したってダメだろうって、区長が同意させられてるんじゃん。で、長野市の施設じゃんって、区長が。 廃止してくれって言ったって、長野市、何言ってるんですか、これ必要ですよねと子供のためですよ、チルドレンファーストですよ、うちの市はって。言ってこなきゃおかしいじゃん。<laughs> だそうじゃないんだよね。だ長野市も議会も、チルドレンファーストとか言って、チルドレンファーストの頭になってないんですよ。じゃない俺はそう思いますよ。だあの、ね、本当にね、この件はね、子供の意見を聞きたい、俺は。だから、なんとかしてね、子供の。 声を聞き取るような機会を作っていきたいと思ってます。まあできるかどうかはともかくとしてね、小泉のこの子出てったらあの不審者が来てますって逆トスを抑えちゃってさこんなオレンジのジャケット着てったらなんか派手なジャケット着た男が子供に話しかけてるんですけども、お前さんちょっと来てくださいみたいなことを言われちゃったらどうしようっていうことですよね。それ新米に日本の毎日新聞に載っちゃったりしてさ、勘弁してくださいよってことですけれども、まあそういう。 っってやっぱり警察呼ぶんだろうなその辺がまあですよね,でねその上級国民の方にこの際申し上げておきたいけれどももしかしたらねこのツイキャス気をついて見ていてくれないかなって期待していますでね今からでも遅くないから長野市ともう一度話し合ってください。公演廃止まで俺は求めてないよって言ってください。 そあの子供にうるさい子供うるさい遊ばせ方をねしてはいけないっていうのはあなたの主張としては言い続けてもいいと思いますだけど廃止まですることはないんじゃないんですかって言っていただけないですかそうじゃないとあなたの立場が俺心配してるんですよであのね非常に 尊敬を集めてきた人物だと思いますよ本当にあのあなたの業績ちょっと見ました俺は専門外だからわかんないけどすげえことやってきた人なんだなってそこは尊敬できる人ですだからねそれをあなたの財産あなたの人望をこれによって失わないでいただきたいで本当にそう思いますで俺のところには取材も来てるんですよ 取材の申し入れが来てるんですいわゆる週刊誌みたいなところからも来てます。で俺はねあなたの言葉上級国民っていう表現でなんとなく人物像を描いてきたそこまでにしてきました。ここのお得だなんてこ,このお宅だなんてね特定してお話したことはないですよ。でしょだけど週刊誌はすぐ 特定しますよと俺は思う面白おかしくっていう言い方は良くないかもしれないけども名前が分かって写真があってってそういう記事の方が記事としての価値はありますよね。で小泉だって取材申し込まれたら取材受けないわけにはいかないですよ。だって 子供のためにやってることですからね俺だってこれをやってきた立場があるから立場もあるし子供のことも考えなきゃいけないからそれは取材してくれるのはありがたくお受けしなきゃいけないです。で逃げるわけにいかないですからねここまでやっといて。そしたらどうなのかってことを考えていただきたい。それをそれがわからないほどあなたは愚かではないはずだと俺は思う。 ね、青木島にあなたがそんなに気に入った青木島のその場所その家であればねここは住み続けるために自分で判断して動いていただきたいと思う。うん、俺間違ったこと間違ったこと言ってないよね <laughs>。 であのー、こんなやつ追い出せとかねそういう言葉もネット上にはありますよねだけど俺はそこでそれはね言っちゃいけない言葉だと思いますたと、うん、えね子供が被害を受けててもそれは言っちゃいけない言葉だと思いますよで子供の被害が回復できれば俺はそれでいいですそれが一番ですよねそれが一番だけれどもクレーマーさんのあなたのことも俺は本当に心配してるんです どうかね、考えていただきたいと思います。さて、さてさてさて、もういいかな質問ないですよね。じゃあどうもありがとうございました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。週刊、週刊じゃないんだっけ女性自身の記者さん見てましたか <laughs> ちゃんとした記事書いてくださいね。あの、ちょっとこれね、雑談するけれども。 まあ、こういう記事って最近増えたよね。何かって言えばさ。